いや、今やね、新婚時代なんかあなたなんて言われてみ。これはわしも何回も経験あるけどね。本当に最初女っちのやっぱりね、ほんま鼻にかかっとかね、うん、あんたここ新婚時代あんたまともなんよ。ちょっと鼻悪いんちゃう。危ない。だ、まあ3年ぐらい経った3年ぐらい経った。あなたちょっと鼻の息が抜けるね。これが5年なんて言う。5年ぐらいなんだ。あなたってこんな感じ。ちょっとこうきつくなるね。ちょっときつくなる。これはもう10年ぐらい。あんたこれはもう月給持って帰らない。ちょっとあんたどこかまったんよみたいな感じ。家のことを言うな。だいたい15年ぐらい経つと。15年だったら大変な目で。なたなたなたってそのあがない。なただけ。いやそうそう。何やそのなたいうのは。なたもって殺しに来よね。なた。それでは一つ、テレビをご覧の皆さん、その頃を思い出してですね、じっくりと一つお聞きください。矢吹健さんご本人に歌っていただきます。私の胸を打つ。私は指を噛む。切なく指を噛む。あなた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 。私のあなた。虚しく一人歌うわ。ああああなたのブルース。あなた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 。あなた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 。ラリ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 ラ。抑えきれずに激しく泣いて歌うわ。ああああなたのブルース。はい、あなたのブルースでございました。矢吹健さんでございました。